はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の関数のグラフと方程式不等式丸4をお送りします。で、このタイトル最後です。次回からね、積分やっていくんですが、今回1問のみ、またね、1問のみで証明問題です。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいなと思う方は今から解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よっしゃ、行きましょう。まあ微分も多分最後、後でね、まあ足すかもしれないですけど、最後になるかね。で、今回はまず x が正です。0より大きい。で、その時これを証明しに行きます。で、これもですね、実はもう今回丸4ってタイトルついてますけど、ずっと同じでグラフ勝負です、基本的には。だからまあね、関数を自分で置いてグラフを書いていくんですけど、前回と前々回は右側 A にしたんだよね。で、今回 A とか入ってないので、基本的に右辺0に持っていきます。だからマイナス 9x をこう左辺に持ってくる。持ってくるとプラス 9x でしょ。その状態で fx を置きます。だから fx イコール x3 乗マイナス 6x2 乗プラス 9x って置くんです。で、結局どうしたいかっていうと、最終的にこれが0以上になってるっていうのを証明すればいい。で、これが成り立てば最後 9x また右辺に持っていけばこれになるからっていう方針でやろうとしてるんだと思ってください。でも間違ってもこれ書いちゃダメだよ。この時点でこれ書いたら罰食らうからね。今から証明しようとしてることを置いちゃったよと、あと書いちゃうとね。で、こうやって置くと、で、いつも通り微分します。 f'x 3x2 乗マイナス 12x プラス9と。で、微分したものイコール0を解くと、今回イコール0で3で割ると、ちょっと書こうか。 x2 乗マイナス 4x プラス3イコール0、これ解くと3と1か。なので x イコール、まあ、3と1と。で、これを踏まえて増減表まずね書いていきましょう。で、今回0より大きいっていうが決まってるので、これない時もあるんですけど、問題によっては決まってるので0、1、3と書いていきます、増減表はね。なので x f'x の fx と、これ入ってるよね。はい、 OKOK。 で、左側はね、点々いらないです。0スタートなんで、0から始まって1、3、こっち点々であれだね。で、1と3の下が0です。で、書かなくていいんですけど、ちょっと癖で書かせてね、バツと書かせてもらって、で、参加書出しちゃいましょうか。まず0から fx なんで、0を入れると、まあ0だね。で、1入れると1マイナス6プラス9だから4、3入れると27、マイナス54、27、あ、0か、こうなんね。で、今度 f' x 調べていきましょう。こっちか。まずでかいのはね、100入れてしまえばいいので、ここがめっちゃでかいプラスになるからプラスで、ここは2がいいね。2を入れると12マイナス24プラス9だからマイナスか。で、ここは0と1なんで整数ないから2分の1いこうか。で、2分の1入れると、ここがね、約分できるんだよ。マイナス6になります。つまりマイナス6とプラス9で、ここプラスです。で、ここは4分の3なんですけど、プラスとプラスだから、結局だから計算答え出さなくてもプラスってことは分かるね。で、下がって上がると。で、これでグラフを書きます。これ右側空いてるもんね、右書こうか。0スタートで全部正だから、と fx か。で、まず原点で、まあここね、イコールが入ってない、ちょっと白まで書いておこうか、ちょっと忘れないようにね。ってなって、1の時4、1の時が1の時4で、3の時また0に戻ってくると、この辺かな。
で、上がって下がって上がってくんだよね。で、ちょっとここは点線にしておきましょうか。で、まあ、こんな感じだろうと。こう点線ね、あの、ちょっと書いてあるけど含めないけどね、範囲に入ってないから。で、この後何を書くかっていうと、結局、まあ、グラフから見ても全部0より上でしょ、まあ、0以上か、ここ0含めてるからね、0以上って分かるから成り立ってるんですけど、一応ね、最小値のことを書いておくと、うん、あの証明多分全部書かされるからね、途中式も OK になるかなと思います。なので自分の書き方としては、まあ、今回 X ダイナリー0に関して考えているので、まあ、書き方ね、先生がなんか特徴があればそっちに合わせてください。で、X ダイナリーゼロにおける、最小値は、まあ、この範囲ね、最小値いくつかって0です。ここ0含めてるから。0。なので、一番下が0ってことは全部は0以上ってことがわかるじゃんか。だから、X さんじゃ、もともとのこれね、6x2 乗プラス 9x は0以上ってことが絶対に分かります。最小値が0だからさ。ってことでこれが分かった。さっきね、書きたかったやつが分かったので、最後証明したいのはこの形だから、 9x 右辺に持ってって、つまり x3 乗マイナス 6x2 乗ダイナリーイコールマイナス 9x、これが成り立ちましたよっていう、こんな感じでぜひ証明してみてください。まあ、途中の書き方、この辺のね、書き方とかちょっと先生によって指示があるかもしれないですけど、それはそっちで合わせてください。一応俺はね、こんな感じで書きますがという、まあ、参考程度になればいいなと思います。いいかな。では今回は高校数学数2の関数のグラフと方程式不等式丸4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言いましたが、一応ね、微分はこれで最後の予定で、次回から積分が始まっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。